兵の久保っす。俺秋組に入りたい。俺をこの劇団に入れてください。お願いします。夏組通り越して秋組に新しい団員っすか。テンションは夏組って感じで。確かに秋組じゃなきゃダメなんですか。うん、だって秋組ってめちゃくちゃかっこいいじゃん。ピカレスクのランスキーとかマジで渋いし、イホージのジョンとか流れ物銀次の剣も男って感じで最高で。それ全部ジューザさんの役っす。ジューザの強みのファンね。次の公演は夏組ですし、すぐに欲しいのは夏組の新団員なんですけどね。夏組？え、何か問題でも。夏組ってコメディ劇ばっかりやってんだろ。夏組のコメディは面白いですよ。アドリブもたくさんあって、お客様からの評判も。能天気なお笑いとかかっこ悪いよ。俺は渋くて男らしいかっけーアクションがやりたい。コメディってかっこいい、役者ってかっこいい。コメディってめっちゃ最高。夏組って最高。ありがとうございました。本当に土下座なんて。みんなむちゃくちゃかっこよかった。めっちゃ笑ったし、お客さんも爆笑してたけど、能天気なんかじゃなかった。真剣にコメディやった。夏組のコメディよ。かっこ悪いなんて言ってごめん。今日からここがクモの部屋。トライアングル、こんがり三角、ふんわり三角、三三回りない夢と希望ともう一つ三角。街を歩けば三角に出会う、いろんな三角、ときめく三角、仲間と仲間と仲間、友達の証、それが三角三角三角。三角満開カンパニー夏組に入れてください。お願いします。欲しい現場が一番の評価調査。監督、今日はありがとうっす。俺監督と夏組とみんなとまた野球がしたい。あるからまた野球する。なんでだよ。監督、今日は楽しんでもらえたか。外が雨だからって心まで泣いてんじゃないぞ。まあそんな時でも俺たちがいつでも晴れにしてやる。僕らは一人じゃない、君も一人じゃない。